どうやって乗るんだ？チップ買うのか？ブラックワールド。くそ！なんで今のでダメなんだよ！絶対安定おかしいだろう！俺の名前は山口、40歳のニートだ。中学頃から人付き合いが面倒になり始めて、友達を作るのも他人の顔色を伺って生きるのも嫌になり、学校に行くのも面倒になった俺はそのままニートになって、そんな俺の生きがいはゲームだって。中学の頃から毎日ゲームをして生きていて、ゲームは面白いし現実逃避ができるのでいい気分転換になって、母親は俺が幼い頃に他界してしまい、その後は社長をしている父親に育てられて、父は仕事が忙しく俺にはあまり干渉せず、お金だけをくれるだけの存在だって。まあ親に何も言われないから楽だけど、その後に父親も他界し、俺には多額の遺産だけが残って、俺はその遺産で残りの人生を楽しく暮らしていこうと考えていて、親がいなくなり俺は家の中で自由に過ごしていて、持ち家は広いし一通りの家財道具も揃っているので、一人になっても家で住む分には不自由はなかった。家もいいけどたまには外に出てみるか、金はあるしね。今までは親に何か言われるかもと思って外出をあまりしなかったが、親がいなくなった今は外出しても何も言われない。俺は前から気になっていた高級焼肉店に行ってみることにした。金はあるし大丈夫だろう。久しぶりにいい肉食わないとね。焼肉店に入ってから俺は気がついた。そういえば俺一人で飯食いに来るなんて初めてだった。どうしたらいいんだ。俺は中学から家に引きこもっていたため、一人で外出もしたことがなければ、店で買い物をしたこともあまりない。いらっしゃいませ、お一人様でしょうか。それではお席の方をご案内いたします。でもしかも人と話をするのも久しぶりで、俺は少し緊張しながら店員の後ろをついていった。うまそうだな。どれにしよう。席に案内者で、俺はメニューを選び店員に注文をした。注文も緊張したが、なんとか注文をし、俺は席で肉が来るのを待っていった。そしてやっと肉がやってきたのだが、あれ、焼き方とかは教えてくれないの？ああ、いや、普通にトングを使って焼いてもらえれば大丈夫なんで。トング？何それ？え？店員は肉の焼き方を教えてくれなくて、どうしたらいいかわからず少し戸惑ってしまった。なんとか肉を焼くことができ、俺は焼肉を楽しんでいって、うまいね。さすがは高級焼肉店、さすがいい肉を使っている。しかし俺が食事をしていると、お客様。なんで？大変申し訳ないのですが、他のお客様の迷惑になりますので、もう少し配慮をお願いいたします。こっちは金払ってんだから文句言うなよ。美味しく食事をしていたのに、意味のわからないことで俺は店員から注意を受け、俺は頭に来てしまい、そのまま店を出た。なんだよあの店、接客全然ダメじゃん。しかし腹も膨れた俺は好きなアニメの聖地に行くことにした。なんだこの列、こんなに並んでるのか。しかしタクシー乗り場には長蛇の列ができており、タクシーに乗れるのは夕方になりそうだった。仕方ない、電車で行くか。俺は仕方なく電車で目的地に向かうことにした。だが、どうやって乗るんだ？切符買うのか？でも最近はスイカがあれば切符はいらないってネットで言ってたし、俺は電車になんてほぼ乗ったことがなかったので駅で困惑してしまった。
俺は仕方なくエチンさんに乗り方を聞いたのだが。ねえ、あのおっさん、いい年して電車の乗り方も知らないってやばいよね。都会に住んでてそんなことある？駅員に乗り方を聞いている姿を高校生に笑われ、俺はかなり恥ずかしい思いをして、やっと着いた。俺はなんとか電車を使って目的の駅に到着することができた。すると今度は、すいません、ちょっとよろしいでしょうか？ね、消費税増税についてどう思われますか？ね、増税？増税するの？何パーセントになるの？ 5% くらい？ああ、俺はテレビのインタビューを受けたのだが、ここ数年ネットしか見ておらず、テレビなんてまともに見たことがなかったので、全く質問に答えられなかった。なにこの人、世間を知らなすぎでしょう。毎日ニュースにもなってるのにね。俺はここでも恥ずかしい思いをし、その日はもう何もやる気が起きなくなり、そのまま帰宅した。どいつもこいつも笑いやがって。あんなの知らない奴だって5万といるだろう。俺はネットで知識を得ている常識人であって、今日はたまたま知らないことがあっただけだと思っていた。笑った連中も性格の悪い奴に偶然見られただけだと思って。もう今日はアニメでも見てねえよ。そんなことを考えながら家に帰ると、あれ、なんかいっぱい手紙が来てるな。なんだろう。家のポストに大量の封書が来ていた。確認してみると、それは全て金の支払いに関する封書だった。え、水道代、光熱費、これどうやって払うんだ？しかも住民税ってなんだ？どうしたらいいんだよこれ。俺はそれまで一人で生活をしたことがなく、こういった支払い関係も全くわからなかった。俺はどうしたらいいかわからず、そのまま封書を放っておいた。そうしたら今度はどんどん通帳から金が減っていった。なんでこんなに減ってんだよ、意味わかんねえ。俺はどんどん社会が怖くなってしまった。外に出ても何もわからない。家にいても家にかかる費用がどれくらいなのか、どうやって支払うのかがわからない。しかし貯金はどんどん減っていく。このままじゃ遺産なんてそのうちなくなるぞ。手紙だってまた来るし、どうしたらいいんだよ。結局俺は何もわからないし、調べるのも面倒になり、再び部屋に引きこもった。社会は恐ろしい。俺は一人になり、より一層そう感じるようになって。だから俺はもうこの家から出ることはないのかもしれない。俺の名は山口、41歳。親のすねをかじって生きていたニートだ。昨日俺のことをいろいろ言ってくるババアが他界した。母さん。葬式では悲しい顔をしていたが、内心喜んでいた。ババアの遺産が手に入り、誰に何を言われることもなく、自由な生活ができるからだ。ようやく金が手に入ったぜ。これでしばらくは生活できるけど、せっかくなら何かに使いたいよね。そうだ、とりあえず死ぬまでに三次元の女とやりたかったんだよね。外に出たくないし、デリヘルでも試してみようか。イブです、よろしくお願いします。うしょ、かわいい、かわいいよイブちゃん。嬉しいな、ありがとうございます。ホームページの写真なんてどうせ持ってるだろうと思ったけど、これはかわいすぎる。こんなかわいい娘がこの世界にいるのか。イブちゃん、最高だったよ。私もすっごく良かったです。ね、本当？はい、山口さんプニプニしてて気持ちいいですし、可愛い上に俺のことをこんな風に思ってくれるなんて。よし、次もイブちゃんを示しよう。それから俺は性欲が高まるたびにイブちゃんを呼んで。
じん、こんなのを買ってみたんだ。楽しそうだからやってみない？いいけど、オプションだから追加料金1000円かかるよ。大丈夫、それくらい余裕だよ。先生、横になって。イボちゃん、今日はこれやりたいんだけど。追加料金3000円です。お願いします。快感を覚えた俺は次第にいろんなプレイをするようになり、イボちゃんとの時間を楽しんだ。時にはイボちゃんが甘えてくれるのが嬉しくて延長したりと、俺とイボちゃんの関係は良好だった。ババアの遺産がもうない？嘘だろ、あんなにあったのに。安いからって毎回オプションをつけたり延長したりで3万以上、ほぼ毎日イブちゃんとしてたからね。くそ、ババアのやつもっと金残しておけよ。これじゃイブちゃんと遊べないじゃないか。どうする、金がなきゃイブちゃんを呼べない。ニートだから金なんて入ってこないし、貸してくれるような友達もいない。そうだ、消費者金融から借りればいいんだって。俺みたいな社会的な信用がないやつに貸してくれるわけないよね。くそー、イブちゃん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 、どっか金貸してくれるところ、即日融資可能、誰でも簡単に資金をお貸しします。本当に貸してくれるのか？いや、借りたとしても返す当てがないし、でも借りないとイブちゃんに会えないし。誰でも即日なんて怪しさ満載だったが、俺はイブちゃんに会いたい一心で書かれていた番号に電話した。即日誰でもって見たんだけど、ニートでも借りれますか？はい、どなたでもお貸ししております。じゃあ、いくらまでなら貸してもらえるんで？そうですね、200万までならお貸しできます。200万？そんなに借りれるのか？はい、ただし金利は10日で5割、等5です。10日で5割？そんなのぼったくりじゃないか！何考えてるんだ！あなたこそ何をおっしゃっているんですか？ニートに即日で貸してくれるとこなんて普通じゃないって分かってますよね。ああ、別に借りなくてもいいんですよ。金なしのニートさん、この先もせいぜい頑張ってください。くっしょー、ニートだからって舐めやがって。でも確かに他に貸してくれるところなんてない。それにこの金を借りればイブちゃんに会える。イブちゃんに会えるんだ。俺はイブちゃんに会いたい気持ちが抑えられず、闇金から200万を借りることにした。大丈夫、俺には秘策がある。借りた半分はイブちゃんと会うために使うけど、もう半分は投資に当てて増やすんだ。そうすれば何もしなくても金が勝手に増えていく。俺は天才だ。こうして俺は金が入ったその日のうちにイブちゃんを呼び出した。全然呼んでくれないからイブ寂しかった。ごめんねイブちゃん、でももう大丈夫だからまたいっぱい会えるよ。やったー、山口さん大好き、ありがとう。イブちゃん、久しぶりのイブちゃんに興奮してしまい、あっという間に2回ほど行った。その後も溜まっていた性欲を吐き出すように2時間延長してさらにやり続けた。じゃあそろそろ帰るね。待って、イブちゃん、さっき俺のこと大好きって言ってくれたよね。実は俺もイブちゃんのことが好きなんだ。毎日一緒にいたいし、毎日したい。こんなお金の関係じゃなくてちゃんと恋人になりたいんだ。だから俺と付き合ってくれ。はあ、ふざけんな。誰がお前みたいなクソデブニートと付き合うんだよ。その辺の雑草とキスした方がまだマシ。え、イブちゃんどうしちゃったの？どうしたもこうしたもこれが私なの。
可愛くしてたのもあんたみたいなやつと寝たのも全部仕事だからに決まってんだろ。デリヘル相手に何恋心抱いてんの。キモ、二度と関わらないで。お前も、お前も俺を裏切るのか。デリヘルの分際で舐めた口聞いてんじゃねえぞ。くそー、俺の気持ちを踏みにじりやがって。絶対に許さねえ。おとなしくしろ。これでお前はずっと俺のものだ。ずっとずっと一緒だ。うれうれしいよね、ゆぶちゃん。その後、時間になってもイブが帰ってこないことを不審に思ったドライバーが警察に通報。警察が乗り込んできた時に包丁を持っていたことやイブの証言などにより、俺は逮捕されて。俺は悪くない。話せ話せ。脅迫罪やら監禁罪やらで罪は重かったが、示談で済ませるという方向で話が進んでいった。闇金から借りていたお金は今回の示談金で全て消えてしまい、投資で増やそうという計画もなくなってしまった。これからどうすればいいんだ。もう俺が好きだったイブちゃんはいない。金もない。明日からどうやって生活していけばいいんだ。山口さん、いるのは分かっているんですよ。こないだ貸した200万と金利分返してくださいよ。金なんてあるわけないだろ。早くどっか行ってくれ。うるさいうるさいうるさい。これじゃ外にも出れないし、眠れもしないじゃないか。闇金からの電話や訪問を無視し続けたある日、いつものようにネットサーフィンをしていると某巨大掲示板が盛り上がっていた。秘宝、41歳ニートさん、デリヘルで破産し闇金で200万の借金。ニートの分際でデリヘルとか生意気すぎ。そもそもデリヘルで破産なんて末代までの恥。あ、子孫残せないか。某巨大掲示板に俺の個人情報がばらまかれていたのだ。なんだよこれ、誰がこんなこと。その後、書き込みを見た奴らが連日家に押しかけ、罵声や張り紙、ゴミを投げつけるなど迷惑行為が続いて、近所の人からも蔑んだような目で見られ、買い物に行くのでさえ耐えられたものではなかった。やめろ、そんな目で見ろな。むしゅ、どうしてこんなことに。俺は何も悪くないのに。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。